スキー14とチーム K2 の中野恵里です。今回の私のおうち時間はスイーツデコを作っていこうと思うんですけど、スイーツデコっていうものはこんな感じで紙粘土とかシリコンを使って本物そっくりのスイーツみたいにデコレーションすることをスイーツデコって言います。今回のスイーツデコで使うたくさんの材料たちです。これは全部ほとんど100均で揃えました。皆さんも材料集めてみてください。ではこれで作っていきます。それではまずはカップケーキを作っていきたいと思います。こちらのカップケーキ専用のやつにカップケーキを詰め込みます。こうやって回していくんですけど、あ、違う、色をつけないといけないんですね。ここに色を入れていきたいと思います。手めっちゃ汚くなるので注意なんですけど、女の子は手が汚れちゃうので気をつけてください。いい感じの色になったかなと思います。どうですか。これを丸めてということで詰めていきたいと思います。スポって感じですね。あ、でもいい感じですよね、多分。それでは今からここにホイップをしていきたいと思うんですけど、さっきやっちゃってちょっと間違えちゃったのでテイク2です。そんでここをねギザギザに切ったんですけど粘土ついてるけどギザギザに切ったのでギザギザに出てくれると信じてホイップをしていきたいと思います。いきます。頑張るさ。あ、いい感じにできました。見えますか。こんな感じでここにさっき作ったハートをこうポンってのせるとピンクの生クリームがついたカップケーキができました。一つ完成です。次はこの2つを使ってパンケーキを作っていきたいと思います。これを中間接着剤でつけていきたいと思います。こんな感じに垂らして、やばい垂れてきた落ちた。こんな感じ、パンスゲームみたいになっちゃった。固まってくれることを願います。めっちゃバターっぽい。どうですか。これはもう本当に適当にいっぱいクリームがついてればついてるほどこんな感じで入れていきます。なんて言うんだろう、ガラス、プラスチックの方にながらやるとうまくいきます。さっきと同じようにこうやってカップにつけてこうやってやっていきます。ピンクと白なんですけど、それですね、まさにこんな感じで詰まっていきます。周りをっていうんですか、いちごを乗っけていきます。じゃん、できた。カフェができました。すごい、なんかカスタードクリームとホイップクリームの2色をクリームとして使ったんですけど、カスタードクリームがね本当にクレープ屋さんのサンプルみたいな感じにめっちゃリアルだなと思って、あとこの
お店で買ったいちごちゃんもめっちゃリアルで下手っぴなんですけど、でも自己流なので今回は前回よりはうまくできたかなって思います。皆さんどうですか？